トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。今回は美容室へ。前回から1ヶ月くらいしか経っていないのですが、毛量が多いので今回はよりショートに近い感じにしてもらいました。さあ、どのように変わるのか、ビフォーアフター行ってみましょう。いかがでしたか？スタイリングも教えてもらってしばらく楽しめそうです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。